スターバックスはイギリスに進出をして約5000億円売り上げ上げたのに15億円程度の納税？本当にいいの？ね、マクドナルドもハンバーガーじゃなくて実は不動産を売ってるがために納税額は低い。税金はルールです。しかしこのルールに使われるものとこのルールを使うもの、この2種類の人間に分かれるんですが、あなたはどちらですか？実際に皆さん毎月毎月給与明細をもらいますよね。この給与明細であの引かれてる金額、あれこんな手取りは低いの？そうなんですよ。 30% から 40% あなたは一生のうち稼ぐお金を国のために働いてるんですね。そうです。5日間会社に行くとしたら2日間は皆さん国のために働いてるんですよ。これって本当にいいんですかね？今この国に払う価値ってあるんですかね？そうですよね。今回はですね、皆さん、私、竹花孝樹ですね、実際に24歳で、起業しまして、マーケティングデータソリューションという会社、MDS ですね。現在、ドバイを中心に、香港、日本、シンガポール、4カ国、展開をしている会社ですけれども、このドバイに移住して、在住してるからこそ知ってる税制であったりとか、税金の仕組み、それをですね、脱税ではなくて、節税です。脱税は違法ですよ。節税という形で皆さんが知らない世界、これを知るだけで実際に年収数千万、生涯、変わっていきますので、年収じゃなくて生涯ね。この5分ぐらいの動画、ぜひ見てください。で、僕の授業はですね、中学生でも分かりやすくというものが基準ですので、誰でも分かると思います。まず、事業とは稼いだお金の利益を再投資して大きくなっていくものですよね。ということは、お金が貯まりやすい場所で行うのが大前提です。例えば、スターバックス、先ほど言ったものを見てみましょう。スタバは簡単に言うと、一度スイスで豆を仕入れます。その豆に 20% のマークアップをして各国に輸出をするんです。これもう一度言います。中学生でも分かるが基準なので、めちゃめちゃ簡単に言うと、例えばアフリカから豆を100円で仕入れて、日本で200円で売ると、利益が100円出ますね。日本だとその半分ぐらい、約50円を税金で取られます。残りの貯金は50円ぐらいです。しかしスタバはわざとアフリカから100円でスイスに豆を仕入れて、120円で日本に卸します。それを日本は200円で売ると、利益が100円ではなく80円になりました。税金は40円になりました。そしてスイスでは20円、先ほど言ったように100円でアフリカから仕入れて120円で日本に卸しますので、ということは20円の利益がスイスで生まれるんですが、これにかかる税金はスイスでは 12% 程度なので、実質18円程度の利益がスイスに残り、日本と合わせると利益は58円です。先ほどアフリカから100円で日本で200円で売るというところは50円税金がかかりましたが、スイスで言うと約42円の税金になる。そうです。8円お得になってますよね。これは実は日本にある家具屋も一緒です。中国から100万円で仕入れて、日本で200万円と100万円利益50万取られる。ただ、中国からドバイに100円で仕入れて、180万円で日本に下ろして、日本で200万円で売る。そうするとドバイは80万円が貯まりますが、80万円、これはドバイには法人税もありませんので、無税です。日本では20万円が利益だから、税金は10万円程度。あれ？一番最初のやつと2番目の後者。これで税金は約、40万円も変わってくるわけですよね。これがたった100万円でもこんぐらい変わってくるということは、実際に何百億、何千億と売り上げている企業にとっては、場所を選ぶということは重要なんですね。このようにですね、税優遇国家を経由して、スタバとか某大手家具屋のように合法的に節税している会社はたくさんあります。それが先ほど言った場所を選ぶということです。ここが日本人の場合ね、言語がネックになりがちで、なかなか海外に飛び出すことを躊躇する人間が多いですが、冷静に考えてください。日本で例えば10億利益を上げても、消費税も顧客からもらったお金から国に払うお金と考えたら、シンプルに約半分、5億円が税金です。さらに中間納税といって、来期の予想される税金を先払いするんです、実は日本というのは。だから、実際に10億利益を出しても、先ほど言った会社を大きくするために使える金額は約3億程度しかないんです。安定的なキャッシュフローを整えようとすると。ということは、これだけオンラインでボーダーレスで国境を越えて稼げる時代に、俺からするとですよ、高額納税、高税率国で起業してるやつは、もうとんだ経営能力が欠けてるアホなんだなと。特にオンラインビジネスですね。だって同じことを例えばドバイでやれば無税、10億稼いだら10億投資に回せるんですよ。そう、3倍以上。
会社が大きく、日本でやるよりも会社が大きくするスピードが速いんです。さらに例えば金融投資一つ取るにしろ、例えばですよ、日本の年利 5% なんてものは実質 4% なのって分かってますか皆さん。100万円投資して年利 5% で回したら105万円になりますよね、普通だったらね。でも5万円の儲けた分に対して 20%、 そう、実質104万円しか手元に残らないんですよ。なのにバカな奴らは複利の効果だとかほざく前に、まずこの二重課税的な場所でなんでそもそも投資をしようと思うのかって不思議でしょうがないんですよね。だって複利が大事って言うんだったら、この 1% に対しての複利めちゃめちゃ大事だと思いませんか。考えてみてください。個人でも法人でも投資は納税済みのお金でやりますよね皆さん。そうです、すでに皆さんは例えば投資をするとしたら、会社から給与に所得税だったり税金を引かれて手取りで皆さんは投資をしてますよね。そう、すでに税金を払って手取りか投資をやってるのに、そこで儲かった配当にすら再度 20% の税金をかけてくるんですよね。こんな二重課税的なこと、シンガポールとかドバイ、香港、金融大国では絶対に起こりません。なので会社を大きくしたいなら、もちろんですよ、業種によりますが、シンガポール、ドバイの方が大きくなります。そんなこと言うんだったら日本だったら大手企業がとかね言ってますが、ほとんどの大手企業だってね、考えてみてください。パナマ文書で明らかになったように、ソフトバンクとか楽天とかね、タックスヘイブに会社作ってますよね。結局はそうなんですよ、すべてこういう国を拠点にお金を回してるんです。もう税金が高い国で起業するメリットなんて1ミリもないんです。実は富裕層は税金は世界一無駄な投資だと、お金の使い方だとよく言ってますよね。いやいや、税金は義務だからと言ってる方、別にですよ、税金自体は義務ではなく、税制に従うのが義務なんですよ。例えばポンジスキーム詐欺ってありますよね。でも世界最大のポンジスキームって年金だと思いませんか。60歳でもらえるという約束をね、65歳に気づけば70歳になるね、本当に払った分返ってくるんですか。明日税務、ね、年金事務所に電話して、本当に私が払ったお金って返ってくると聞いてみてください。絶対に返ってきません。社会保障という名のもとでね、本当にあなたやあなたの家族の将来って保障されるんですか。ルールに使われるんじゃなく、ルールを使える人間にならないといけないということですよね。これでまず場所を選ぶということの大切さ分かったと思います。本当にドバイでやるので日本でやるのじゃ、会社を大きくするスピードも3倍以上違うんですよね。手元に残るお金のスピードも3倍以上違うんですよ。じゃあ例えば皆さんが起業した時に何億円貯めると目標にしてたものが、皆さん3倍以上のスピードでそれが達成できるということですよね。時間ってめちゃめちゃ大事ですよ。そうですよね。じゃあ次に大事なのは、結局お金なんてものは貯めてても一つの紙切れですよね。実際にこのスキームを活用して、この溜まったお金を回していかないと、人間の体と一緒ですよ。血は溜めちゃいけない、血は流さないといけないんですよね。お金も溜めちゃいけない、流さないといけない。この流すスキームについて、これ一言で言うと、その一つが浮気をして離婚をすることなんですよね。これ実際にです、皆さんが知ってる、タックスヘイブンと呼ばれる国、香港であったりシンガポールであったりとかドバイであったりとか、例えば僕はドバイに住んでいるのでドバイを参考にしてみましょうか。ドバイであれば、皆さんがもし会社をやっているのであれば、拠点をドバイに移して売り上げを受けたら、これはもう法人でもゼロです。もう無税です。さらに個人事業主とか、会社員の方であれば、移住をしてそこで業務をやれば、その業務に対しても、売り上げゼロです。さらにですよ、その売り上げを自分のポケットに入れる個人所得に移したとしても、所得税もゼロなのでゼロです。なので今から言うことをしっかりやらないと、ただただお金が溜まっていっちゃうんですよ。これ嬉しい悩みですけども、ただ苦しい悩みでもあるんですね。あるのに使えないと。このスキーム、これを言っていきましょう。例えばあなたが10億円をお客様からいただいたとしましょうね。日本は約半分国に持ってかれるって先ほど言いましたよね。でもドバイであれば10億円いただいたら10億円法人税もなく、また10億円会社から個人に振り込んでも所得税もないため、先ほど言った通り10億円丸々ポケットに個人のお金として溜まっていくんです。だからどんどんお金が溜まるんですよ本当に。でもその溜まったお金をどうしてるか、これがみんな浮気をして離婚してるんです。もちろん本当の離婚じゃないといけないですよ。これは脱税の指南とかじゃないです。こういう一つの汚いスキームもあるということで、僕は皆さんのこの社会に発信することが僕のミッションだと思ってますから、こういうものも実際はあるんだという認識で来てください。通常であれば10億円あなたに貯まっても、あなたは家族に使い切れないから残したいですよね。子供だったりとか奥さんだったりとか。ではもしあなたが死んだ時、または病気にでもなって、生前生きて死ぬ前に贈与したい場合は、相続税とか贈与税、
約半分程度持ってかれます。でももしですよ、あなたが離婚したら財産の半分が妻に無税で渡るんです。そうです、慰謝料とか毎月の子供の養育費、または離婚に関わる財産分与は受ける側も税金がかからないんです。だから簡単に言うと、ドバイであなたは仕事をすると無税でお金が入ってきます。そこで離婚をしてると無税で日本にいる元妻とか子供とかも無税で受けられ続けてるんです。何度も言いますよ、先ほど言った通り実際の離婚ですよ。こういうのを実情を知らない人間は、例えばニュースとかでね、有名人とかハリウッドスターとかがね、熟年離婚とかね、よくニュースでやってますよね。こういうことを知らない奴は、へえ、頼水垂れながらね、だん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 見てんですよ、バカみたいにね。でも実際こういうことを知ってる奴の視点から言うと、あ、またこいつらうまいことやってんなとかね、あと思うわけですよ。大体ね、あんなね、人生に何一つ不自由もない奴らがね、いきなり熟年になって離婚するなんていうものは、そもそも節税としか思えないんですよ。でもこういうことを知ってる知らないってだけで、世間の見方であったり、これも一つのルールに沿ってのものですから、もちろん先ほど言った通り実際の離婚ですよ。まあこのように知るということはめちゃめちゃ大事だっていうことですよね。例えば竹藤だって、これは昔の税制の時ですが、竹藤の会社の株を息子に渡したいからと、香港に竹藤の創業者、父親が息子を送って居住させたんですね。竹藤の創業者、そう、息子の父親はオランダの資産管理会社、いわゆるペーパーカンパニーに竹藤の株式を贈与して、その後オランダの資産管理会社の出資を香港にいる息子に贈与しました。それによって息子は香港に居住するため、日本の税制は適用されず、1600億円が無税で息子に贈与されたんです。これに怒った国税庁は追徴課税をかけて裁判沙汰になりましたね。結局最高裁で、実は息子は日本居住者じゃないため、また国外で国外の資産を受けたとして、日本の税務当局が加入して課税するのはおかしいという判決が出て、国税は竹藤創業者及び息子にですね、1600億円に400億円の利子をつけて、合計2000億円の払い戻し勘付をして謝罪したんです。だから先ほども言った通り、場所を選ぶというところと同時に、スキームを常に勉強し続けないといけないんです。この竹藤の海外資産譲渡にするね、より税制もすでに変わってますから、日々税制は変わり続けてるんです。でも結局国税からすると、そういうのって知られたくないんですよね。国税のやることというものは、ホームページに掲載して変わりましたよというだけなんですよ。だって、考えてください。あなたがネットフリックスのサービスを見るときに利用規約なんていちいち読んだ人、この見てるなんかどれだけいますか？ほぼいないと思いますよ。そう。その通りですね。国税というものはホームページに載っけて長い文章ね、知らせてくれないんです、皆さんに。だからこそ、知りに行かないといけないんです。だから、あれだけ税金は無知の罰金だと言い続けてるんですね。では次は、スタバのように場所を選ぶことで全く税金を払わずに税金をコントロールする。または竹藤のようにスキームを知ることで税金をコントロールする。でもこれは結局どちらも海外に出ないとできないと思いますよね。でも違うんです。日本にいながらも信託や法人をお財布にしてほぼ無税で生活をしてる人ってたくさんいるんですよ。それを今から言っていきたいと思いますが、実際にですね、今から言うことを知るだけで、会社員だとしても数千万、経営者だったら数億円ぐらいですよ。障害的に見ると違ってきます。でもこれをですね、皆さん知ってる知ってないじゃ全然違うんですよ。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。